どうも、前回、植えた大根の成長が日々の癒し。ゆっくりだよ。前回以降、うぶ主と大家さんが、家庭菜園の話題で盛り上がっているのが嬉しい。マリサだぜ。ねえねえ、マリサ。これ知ってる？これは最近うぶ主がハマっている、某有名店の焼肉タレだろ？それがどうしたんだ？これは、本当にすごいんだよで、霊夢？最近、うぶ主に勧められて、いろいろなものにかけて食べてみたんだけど、何にかけても美味しいんだよ。まあ、落ち着け。それはいただき物で少し高いやつだからな。そりゃあ、美味しいだろ。マリサも使ってみる？いや、遠慮しとくぜ。というか、もうそろそろそれ、なくなりそうだろ。霊夢？そうなんだよマリサ。だけど、もう私、これなしでは生きていけないんだよ。おいおい、随分と大げさだな。まあ、これがブームでないことを祈るぜ。だからね、マリサ。この味に近い、焼肉タレのレシピを教えてよ。一応調べてみるが、さすがにそれは。マジか、あったぜ。さすが、うぶ主のお母様の秘伝レシピ。それっぽいのが載ってるぜ。よし、それじゃあ、作ってみようよ。ということで、レッツ料理。今回使う材料はこちら。最近、薄口と濃い口の存在を知った醤油。ちなみに今回は濃い口だぜ。入っていることに本気で驚いた。砂糖。このレシピの肝、アンチョビペースト、おばあちゃんの味、昆布茶、これを入れておけば、大体美味しくなる。ニンニク、あとはサラダ油とごま油の油たちと、なぜか、焼肉のタレには入っている、いりごま、だよ。さて、材料紹介が終わったので、調理に入るぜ。とは言ってもすごい簡単なんだぜ。ごまと油類以外を全部混ぜるだけ。おお、それは簡単だ。でも、それってホイッパーでやるものなの？いや、普通はミキサーでやるものだぜ。だったら、私もミキサーでしたい。ふむ、それならうぶ主、お願いするぜ。ミキサー大家さんの私物。おお、これで完璧だ。ねえ、マリサ。これだったら私でもできるよね。そうだな。やってみるか？うん、やってみたい。じゃあ、霊夢に任せて私は買い物に行ってくるぜ。行ってらっしゃい。さて、気を取り直して、やってくよ。とは言っても、さっき言ってた通りなんだよね。醤油 11ml。お砂糖 1g、 ニンニク 3g、 アンチョビペースト 2g、 昆布茶付属のスプーンで1杯。全部入れたら蓋をしてスイッチオン。本来はもう少し量が多い想定のレシピだから完全なペーストになってないけど、こんなもんで大丈夫だよね。さて、混ぜ終わったものをボウルに移すよ。次にサラダ油 90ml、 ごま油 30ml、 いりごま適量。これらを全部入れたらホイッパーで混ぜていくよ。よし、これで完成。ということで、完成しました。焼肉のタレ。じゃあ、早速よく混ぜていただきます。美味しくない。油っぽい。いや、ちゃんと醤油とかニンニクとかの味はするんだけど、油っぽい。嘘でしょ。ああ。ただいま。おや、霊夢。あ、油が。なんで、どうして。一体何があったんだ？焼肉のタレ完成したのか。おや、なぜこんなに油が多いんだ？まさか。やってしまった。私の言ったレシピが間違っているじゃないか。さて、どうするか。よし、ごまかすか。おい、霊夢。そんなところでへこんでいる暇はないぜ。ほえ？へこんでいる暇があったら分析して、改良するんだ。ということで、第2回反省会。霊夢、今回の失敗の原因は何だと思う？そうだね、油が多かったことかな。それが他の良さを殺しているよ。そうだな、それが一番だと思うぜ。だったら簡単だろ。そうか、油を少なくすればいいんだ。よし、やるぞ。ふぅ、なんとかごまかせたな。なんか、言った？いや、なんでもないぜ。じゃあ、ということで、レッツ料理。それじゃあ、改めてやっていくよ。こうやってみるとこんなに油が多かったんだね。こんなものかな。改めていただきます。うー、ドキドキするよ。お、うまい、うまいよ。ちゃんと醤油やニンニクとかが手を取り合っているよ。よかったな、霊夢。ふぅ、なんとかバレずに済んだぜ。うん、何か言った？いや、なんでもないぜ。ごちそうさまでした。
これはちょっとずつ、卵かけご飯とか料理に使っていくよ。ということで、今回は焼肉のタレを作ってみたよ。目標のと比べると少し違うけど、これはこれで満足だよ。これをベースに他の調味料を追加するのもおすすめだぜ。おお、それはいいね。今度やってみようか。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。いただきます。うおお。うまーい。うまい。うますぎる。反対的だ。